こんにちは。お疲れ様です。皆さん、男組っていうバンドご存知ですかねあの、多分ね、男組をご存知の方は、今50代に差し掛かってるんではないかなと思います。ジャニーズ事務所が初めて本格的にね、ロックバンドという形で、えー、そのイケメンたちを揃えてね、クオリティの高い音楽を世に送り出した。まあ、これがね、男組の、まあ、スタートなんですけども、おそらくこの男組がずっと続いていたらね、 スマップや嵐の台頭はなかったんじゃないかなと言えます。ということはどういうことか男組ってね、実は突然の休止をしていたんですよ。確か1990年だったと思うんですけども、ツアーの最中、全国ツアーの最中に急に活動が休止になったんですよ。メンバーの一人、高橋和也さんがジャニーズ事務所突然解雇になったからなんですよね。その解雇になった経緯はよく分かっていませんが、 あきっとやむにやまれぬ事情があったんでしょう、まあ、おそらくジャニーズ事務所のいろんなね命令に従うのが嫌になっちゃったんで飛び出したんでしょうねはいまあそんなこんなで全国ツアーのチケットは全部売れてる中でそのツアーの最中にこの音組が急死したんで一体どうなってるのだと当時音組はいろんな番組テレビ番組も出てましたし大きな痛手だったんじゃないかなと思うんですよ そしてメンバー4人のうち1人の高橋和也さんが抜けたことによって活動を停止されるわけですから残された3人のメンバーにしてみればいい迷惑ですよね。でメンバーのうちの成田翔二さんっていうのがおそらく高橋和也にやっぱりね大きな溝を残してしまったんじゃないかなと思います。まあ、それからというものこの音組っていうのはいつ再結成するのか語られることはあっても。 もはやテレビや情報発信によって聞くことはなくなったんですよえそして時は過ぎて5年10年15年経って途中インターネットというものが登場してきましたでもそこにも情報は少なかったんですよねでも定期的にファンの方がカラオケで集まって男組の歌を熱唱するようなイベントをしたりとか男組のコピーバンドがそれから解散間もなく次々と出ていったりとか結局ね ファンの人っていうのはね、ずーっとファンだったんですよね。で、もうこれは解散なんじゃないかなというふうに思われた、そんな時期もありましたけども、え実はね、ここに来て、ジャニーズ事務所のジャニーズ北川さんがお亡くなりになった、そのお葬式の場面で、懐かしい成田松二さんがその姿を見せたり、それから高橋和也さんは役者として様々な映画に出演して、その実力を芸能界で発揮したり、 随分年齢は過ぎたんですけども20代前後で集まった男組がですね10代の頃からその関係を強めてきてそして活動休止から29年今年2022年に、まあ、雪解けかとファンの待望の再結成をすることになったんですよねただしも皆さんそれぞれの暮らしもあるし年もとってます活動期間は 1> 1年に限ることになったんですよで10月に久しぶりの29年ぶりのコンサートをやりましたいやコンサートはねものすごい熱気でしたね私は現場に行けなかったんですけどもなんとコンサートの最中スマホで撮影 OK というふうなねアナウンスが出てこぞってみんなで撮影したんですよねその撮影したものが今どん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  YouTube にアップされてアクセスを集めてます まあこの男組ってメンバーみんないまだに若い頃のまんまキレのある演奏と歌声なんですよねだからねメンバーそれぞれが多分もう一回やりたいなと思いながらも超えられないいろんな事情がずっと続いていたんでしょうねうん29年ぶりとは思えないようないいライブだったと思いますでそしてきっとね 1>, 1年限定というのも本当にもう仕方がないんでしょうけども新曲ももう出ないかもしれないだけどもこの1年の間で多分ね私たちは大きな再会を果たすんじゃないかなと思うんですよそれは当時ファンだった人の再会でもあるんですけどもなんかねその青春といったらちょっと青臭いんですけどもあの頃にやり残したことを 50代になったら今でもできるんだなっていう風な自分自身の夢との再会じゃないかなと思うんですよ男組というロックバンドはジャニーズ事務所から出てきて活動休止をしてその活動休止を埋めるように SMAP や嵐がどんどん出ていって TOKIO もそういえばありましたよねそしてそ,のそれぞれのメンバーが活動休止になってしまった男組をリアルな伝説として追いかけていたんですよね、まあ、ですんで この音組のコンサートがあった日にはジャニーズ事務所の後輩メンバーも随分駆けつけたみたいですね木村拓哉さんの姿とかは現場で発見されたそうですいやすごいですねでもねおそらくインターネットの力がそれぞれのメンバーを結びつけてそれぞれの気持ちの変化をお互い結びつけて今日に至ったんだなと思います 例の確実があったとされる成田章二さんから高橋和也さんへの思いもなんかねパズルっていうね今回再結成に伴って作られた新曲に込められているのかなというところですねとってもいい曲でしたパズルねぜひね聴いていただきたいかなと思います動画概要欄にライブ放送で撮影されたその一つの例を 張り付けてますんで、そのパズルという曲、ね、歌詞とともに見ていただければなと思いますいやでもこういう風にね昔中途半端だったその夢の続きを50になってもう一回見てもいいんじゃないかなと思うんですけどねいかがなもんでしょうかえそれでは今回は以上です音組再結成に触れてですね私の万感の思いを語ってみました